私なんかビロゴーみたいになっちゃって、はお疲れ様でした。い、ありがとうございました。あんおいま、しい、おいしい、すっきりしてる。そう？綺麗。おいしい。なんか景色がいい。そうだね、今日は天気もいいし、ね、田舎の景色もだからね。ユーカリがいい。うん、あの入り口のユーカリがすごい素敵。こんにちは。冬はいいんじゃない、これついて。そういうのもちょっと物減らしてくんないか、すっきりして。もうお母さんのこたつ布団洗っても平気だからいいと思う。あれ寒いって言ってる。たまに入ってる時あるからね、電気。でも電気だけでいいと思うけどね。私のうちの寒い時電気だけで布団洗っちゃって、もう。父が無農薬で野菜は作ってるんです。取れたての新玉ねぎと、あと自家製のチーズを使った卵でふわっと焼き上げたフランですね。小さなフォークついてますので、こちらをお使いください。はい、いただきます。ふわふわふわ、うん、あったかいうちに。作ってくれてんでいいね、野菜。ちょうどいい味。ホーリーさんのお母さんのところでバースデーパーティー、うーん、前乗ってたの写真。すごいあちこち衝撃的。このちゃんちゃん今年ハワイって言ってた。じゅんちゃんもパイロットになるために頑張った。いつも英語のスティックを見て。そうそう、お父さんと来てたな、ちゃんちゃん、うん、結局ちゃーちゃん来てない。ちゃーちゃんもじいちゃんも来なかったのって聞いたのやかに、そしたら来てもいい。普通来るじゃんね、うん、ちっちゃい誘いじゃないんだからさ、うん、業界なんだからさ、お母ちゃんに金出してるからさとか思っちゃって。その辺よくわかんない。来る嫁しゅうともさ、あれでもさ、普通来るときは来ない、別々バラバラでさ、うん、ねえ、お嬢ちゃん来ないよね、全然。うん、あのちゃーちゃんはほら、結構小学校のあれとか来るけれど、ひろみさんの休みのとき、一回忘れ物持ってきたよ。あ、ほんと？この前もちゃーちゃん来たよ、塾のやつ持ってきてた。ありがとうねって言って、うん、さっきもね、出れればよかったもんね。来月手術だよ。うん、そうだね。うん、あ、そう、売らない。なんだジンジャーエールと売れてる。終わったやつ。それさっぱりしてるね。うん、ちょっと今レッスンして暑かったから、シュワッとするのが見たかった。焼酎入れたもん。また白ワインにして、ね、あ、でもこれノンアルコールに書いてあったから、そういう感じが美味しい。
個必要なの、うん、結構多くはいつもみんな外で写真撮ってね。だからその靴を持って入っていっちゃうからあれしてるじゃん。あ、分かる？途中で写真撮るでしょ。だからあれステージ用に履いてる靴だから、それうちでスタジオで履くと、うん、だよ。だから言おうと思ったけど、まあって言っちゃって。ああ、そうかもね、うん、ああ、そうかそうか、そのまま行くからね。私は靴は高いんだよね。うん、高いの、私の背だと。ああ、毎週来てるわけないし、だから先生そんなの父に、はい、すいません、今週はタコで、インフルエンザーの人がすごいよね、インフルエンザーになっちゃう。生きてる、大丈夫、動くやつを食べに、はい、吸い付いたのじゃん。え、吸い付い、吸い付くの、吸い付くよ。レモン絞ったらグニョに動く。インフルエンザーは、だからうん、動くやつね。どこで食べるの？奥子。あのビリー・アイリスとあのね、見に行ってね、中野のブロードウェイに見に行ったの。で、アート展みたいな。なんか見たって言って。先生来るの？ってことね、会うってことね、ここで。そうだね、波動があって、うん、先生も午前中だけ働いてる。村上隆わかるでしょ、アーティストのイラストとか、ビトンとかのコラボとか。わかんない、見ればわかる、うん、絵がこういう、こうなんか鼻のこういうやつとか、あとアニメの女の子のあの彫刻っていうか、でかいフィギュアとか。ジョコさんもう見たとか言ってね、白い人形がなんか言ってそこと見たの、あれしようよ、人間のかかってるかな、うん、か重なってくるとだめ、重なってくるとかな。そう、それを見に行っちゃうと遅くなって何時間とかなくなるから、最近に中央区で行って、海鮮市場、海鮮のメインのお店、中央区は何だ、雑居ビルの中にあって、チーズドクター花火とかもあるけどね。露天の？露天のじゃなくて、うん、分かんない、露天のアリラン、有名な並んでるとこ、あの食べたね。韓国では流行ってないんだろうね。ん、韓国では流行ってないんだろう。日本人本気だって言ってた。ポテトもいっぱいついてるやつを食べたの。あー、甘いような、なんかそれでくっつけて、ラメフトこうやって食べたの。私はもう、もういらないから、そんな一口でいいから。とにかく最初声かかる女の子から見てました。すごい、すごい、雪物知らない人の声、芸能人みたいな、うん、ね、そう思う。芸能人の人とか怖いと思うよ、ね、急に声かけられたりずっとするだろうね、なんか、ね、知らない人、うん、そう思う。君先生来るのか、何時来るのかな、今何時かな、もう2人来てるってことは、そろそろみんなぐらいから、
作るってことかな。クリムトも結局行けなかったね。クリムトも結局行けなかった。クリムト、クリムト、なんか微妙に黙って今違う、なんだろう、クリムトだよ、クリムト、クリムトって、え、今クリムトさんっていう聞こえたから、クリムト、クリムトさん、クリムト、それ山梨弁だよ、多分だと思う、今ゆけいちゃんがさ、よかったんだけど、結構イントネーションが違うときになったさ、あ、ハワイの、あ、これ、うん、タイトル言うとき、じゃ、ジャンルだよね、ジャンル、ジャンル、ジャン、ジャング、ジャング、じゃあ私はおかしい、うん、今だから私栗本さんって聞こえたのだから、ジャンルって好きな、好きなジャンルが、好きなジャンル、ジャンル、ジャング、ジャンルじゃない、ジャンルじゃない、ジャンル、今マリちゃん本当にね、栗本さん見に行かなかったっ、じゃあゆけいちゃんがってたんだ、まあ、言わなくてよかったな、じゃあ違うなと思ったけど、マリさんとか多いんだし、ゆけいちゃん、まあ、でもすごいはっきり滑舌がいいからよかった、うん、聞きやすい、結構可愛い声だよね、うん、声が通るから、うん、全然失敗したとかって分かんない失敗した失敗したとか言われた、そう、なんか一回だけミドルの紹介の時にアドバイスを言っちゃって、うん、で、なお先生が走りながらMC 間違って、間違ってます、今アドバイスじゃないですとか言ってた、私はここに言いに行ってた、私たまたま廊下に行ったから、うん、じゃあ訂正、まあ、見てる人は分かんないから、そういう人はさ、まあね、緑だからアドバイスなんかなんか、あ、なんか照明失敗したら絶対分かんないと思う、それは分かんない、ズムちゃんしか分かんない、なお先生をこうやってピンスポット当てなきゃいけないのにどこ行っちゃってさ見えない、動くなよってでも2人でやったからさ、うん、あ、 MC が出るとこと出ないとこあるから、そこでピンスポット当てなきゃいけないんだけど、2人だから1人が忘れてても大丈夫なんだけど、ああ、よかったね、2人とも忘れたら真っ暗けになっちゃう、ああ、そう、ウィーンの方に行きたかったんだよね、無理やつの方に、もう終わっちゃったよ、クリムトというのは終わっちゃった、ちょっとすぐ行かないとダメ、今あれだよ、愛知だ、うん、愛知も愛知ってよくやるんだよね、すごい、愛知楽じゃん、あの時期からバス乗って行ってくる、それがさバス出てるじゃん、急行、特急バス、バスで、みんなチャンネル登録者って愛知の人が多くて、だって愛知の人をもらったよ、お土産、YouTuber も愛知の YouTuber が多い、春日井市とか、愛知が結婚式の時に途中どっか寄っただけだ、名古屋、うん、どっか愛知、名古屋はね、毎年のように行ってた、面白くて名古屋好きよ、なんか違うの、食べ物が、食べ物しか持ってないけどさ、どのぐらいかかるかな、時間結構高いよ、あんなあと新幹線でしか行ったことないから、東京から普通にこの前来るんだ、コンテストほら去年出たダンスカップ、今年山梨、どうするの、いいんだよね、多分戻すんじゃない、食べ終わりました、また使うのパスタ、パスタだったら戻せる、どっか来たそこ戻せる、そうなの、やってくれるでしょ、やってるんだダンスカップ今年は甲府でなくて愛知なんだって、名古屋、うん、小山ちゃんのお母さん今年出ないですから、やっぱね、アイドルをつけたらダメよ、エイト君気に入られてたよ、なんかね、人気出ないとダメ、でも人気出るの難しい、そんな上昇しか買わない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 、え、パン食べちゃった、食べちゃった、パンのお代わりで炭水化物と、ちょっ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 
お姉さん、はい、はい、向こう側にあるのこれイギリス式のタックル、うん、これは私も作る、どうやって作る、え、煮てミキサーかけて冷やす、ね、生クリーム、うん、入れたりとか、これがオリーブオイルだろうけど、うん、作れる、簡単に何でも、うん、スーパーでミキサーでバーッと、グリーンピースでも茹でて、煮汁とコンソメと塩コショウして入れてミキサーでガーッとやって、それ冷やせばいいじゃん、冷やさなかったらあったかいもん、うん、何が好きなの？とんかつか、カツ丼か、あー、そうそうそうとんかつ、いっか、とんかつとかうどんとかさ、取り悩まない、でもカフェとか本当は行きたいんだよね、うん、そうだよ、だって一人であの券返すって思ってたぐらいだから、二人で行けばいいんだよ、昼間とかさ、うん、そうだね、子供も大きくなってきちゃうし、お互い一旦文句言ってるか、なんでなんでか、文句の芸に決まってるじゃん、私がブブブブブブなんか当たり前ですよ、また先生来るのかな、会いたいな、どうせならついでにね、今日はいいお天気だし、よかったね、イタリアってこんなもん、ね、うん、スペインすごかったよね、スペインのももっとちょっぱい、ね、マリアーってワインで、あ、ワイン飲みながらそれで口で合わせる、これだけ食べたらそうかなと思うかもしれない、まあ、多少ね、白ワイン、そうか、飲んでだからみんなワイン、白ワイン、お金持ちの人って白ワインなんでかし、美味しいものと白ワイン一番甘い、夏は特にね、あの魚介の盛り合わせが欲しいよね、タコとかエビとかカニとか貝のやつのあるじゃん、アイスクラッシュ、クラッシュドアイスの上に手で食べる、増えちゃうと大変だよ、駆除しなきゃいけないんだけど、そうだよ、でも知らないんだけど、他の花は育たないか、うん、それになるけど増える、すごい、土星に行くとき、うん、でもコースでさ好き嫌いある人ダメよね、うん、何出てくるの、最初に言わないと、あ、だからこうちゃんダメだもん、好き嫌いありますかって言われたからないって言っちゃったら、ないよ、何にもないよ、本当にないよ、あの強いて言えばベスト3とベスト10、あれ、ナス嫌いじゃなかった、うん、なんていうのかな、お新婚あんまりそんなにコキコキするのが好きじゃないけど、別にもらったら作れる、フムス作るやつし、ニューヨーク、あのイスラム料理、ナスもらった時作ったよね、フムス、皮むいてミキサーかけてひよこ豆と煮て、イスラエルとかの料理、うん、ワインとか飲んだし、色ワイン、
ズッキーニ毎日食べてる。息子でマクドで買ったから。セロリ。セロリ食べた？食べてる。まだ。早くしないとあんまり効果良くなっちゃう。何食べてる？いつも塩パン。塩とかマヨネーズとか。あ、そのまま。うちセロリ食べてる。セロリ。セロリ。よく買う。食べる。だから。作ってた。うん、私全然食べてなくて、さよちゃん家に泊まりに行ったの。そしたらイカくんってあるでしょ、つまりに、うん、イカくんとセロリの細切り、薄切りのマリネみたいに作ってくれた。私セロリに食べたことなかったの、あんま好きじゃなかったのね。ただそれ食べたらすごい美味しかったの。それからすごい食べるようになった。やっぱ人ん家行って出してもらって嫌とも言えないから食べてみたらできた。食わず嫌いの人多いんだろうね、うん、みんな食べないうちに私だけ食われたら食べない、うん、あの人が好きじゃ面白いわ死ぬほど、うん、なんか二人とも子供だしね、うん、いっぱいいろいろなもの食べさせるといいね、うん、でも味覚が過敏なんだよ、発達は発達美味しそう、綺麗な、うん、もちもちしてる。梅田さんいろんなとこ行ったらいいのね、うん、結構進むのにってすぐ行った。旦那さん何の仕事してるの？もうしてないでしょ。してなくてもレッチとかいいよね。うん、してなくてもレッチ。うん、父に？してない、仕事してない。仕事してない。年金が多いんだよ。年金が。してないよ。ゴルフじゃない。来週スタートするけど、方向でも行く？かなりでも一回。うん、金曜日帰るとき。ちょっと全然ウダウダしてるから今でもやらせようかなって感じ。あるじゃん。あるかも。練り込んだ手打ちパスタで、ちょっとラーメンみたいなんですけど、結構コシもしっかりとした手打ちパスタです。もしよかったらもう少しパンも。あ、もう大丈夫です。もうちょっとお腹いっぱいにする、はい、すいません。そうか、あなたたち3つ食べたんだよね。うん、私炭水化物取りすぎた。うん、出たな、ナスって感じだよね。夏だからね、しょうがないんだよ。あれじゃ、辛いのがダメなんだっけ。辛いの、うん、そうだ。私もでもバカみたいに辛いんだって。あとあれは嫌い、パクチー、うん、あー、私もあんまり好きじゃない。出たい、食べない。ちょっと入ってるだけでも全部。あ、そうそう、いや、でも肉もダメしてたね、前あの御殿場行った時、まゆちゃん3人で行った時って。ひーくん来ないね。うん、先生と、野上先生も。
退職したんじゃないか。でも、もう終わりかも。1個下だったんですよ。ん1つ下だったと思う。ああ、そっか。うん。どうせって、この人誕生日じゃないかな。ねえ、イルマ直人レコードの店があった、うん、でびっくりして太陽連れてった時、うん、ちょうど休みで学校の県民になるとかでちょうど太陽あっていうのね。そうイルマの、そうイルマの太陽は結構なんだかんだあちこち、ああ行ったね。そうそう、だから寝ついててあげたいんだけど無理だね、もうあのお嬢ちゃんは、うん、自分の好きなところじゃん。どこが好きなの。結構ケミカル系だよね。その自然とかじゃないの。海とか山とかっていうのじゃないよね。バージン好的だね。あ、バービーのね、デビッドボーイ、ね、あれ欲しいね。あれ骨ない。新しいやつ、バービー、デビッドボーイ、デビッドボーイ、デビッドボーイのあのメイクしたやつ、バージン、バービージュニスターダストバージョン。あれ骨ない。まいちゃんの知ってる人、いつもカフェバービーで買ってるところ、予約とかできんのか。あれ欲しいな、あれだったら高いだろ。高いよね、ちょっと万はするね。万はする。それでも欲しい。やっぱパンもらえてくれば。レステークって何だっけ。ふざくらポーク、ポークだ。ふざくらこの辺とか吉田とか川口とか美味しかった店ってどこ。あれがうまい、ゆるキャンティとか。ゆるキャンティ、んゆるキャンティ、ゆるキャンティ、そこにあるフォレストモールにある。新しくできた。はい、じゃあ反復往復って言ってみて。さっきあんじゃない反復飛びだっこ、反復飛び、反復行くといる。いるか、キャンティじゃなくてなんすか。何キャンティ、イタリアンだからちょっと言えない。あとどうしよう、イタリアンってずっと甲府の方行ったことある。おいしい、手頃で。手頃ね、ランチとか、うん、あれじゃん、なもんいろいろ行けばいいじゃん、行ったとき甲府とか、うん、どこ行くんだ。だからもうさ、買い物とか映画とかあるから結局イオンの中、中になっちゃうね。あそこのさ、イオンの中のさ、お寿司屋さん、おいしいね。金沢寿司、金沢の寿司のおいしい屋とか、うん、1階のちょっと高いとこ、そこら辺のああいうとこに比べたら、金沢寿司と比べたら、じゃあフードコートとか。そうそう、太ってる人はみんな唐揚げ。唐揚げね。あそこ行くよ、うちらも食べるよ。どうやのね、うん、親子で唐揚げの親子のところの唐揚げ屋さん、あそこ塩から食べるんだよ。ドンキホーテあるじゃん、伊沢の。あそこのところに唐揚げ屋さんあるじゃん。あそこの塩辛い、昔のミスドがあった。塩辛が取り放題。そう、面白いね、唐揚げで塩辛い。うん、また私塩辛好きだから困っちゃうんだ。塩辛食べると飲めたくない。今あんまり動けん、ご飯だからさ、もうね、お魚飲まなくなっちゃったから、全然飲まなくて。お盛り合わせです。右手からですね、トルタサビオダみたいな。
砂のケーキってイタリアの素朴なケーキなんですけど、片栗粉を使ったケーキですね。で、真ん中がティラミス。アイスクリームはキャラメルですね。結構あの香ばしくキャラメルの敷き詰めたアイスクリームです。さんとかすごい上手なんだよね、写真撮る。本当インスタやってるからさ、うん、なんでそんな上手いの、うん、みんないろいろ見たり聞いたり工夫して、うん、高山さんとか会ってる？だってない。高山さん何してる？高山さんさ、母ちゃんのこと前からいいやん。やってるわ。ミルクだけでしょ。でも東京とか行ってんじゃない？だからそれ系のことだ。山さんも YouTube やればいい。あと恥ずかしいですよね。紹介で、エミちゃんがやってるらしい。うん。なんか男の子、3人男。そうなの？そう。旦那と何言ってるの？ほら、清水くんやっての。ああ、言ってたね。でも、清水くんやってこの子もいないじゃん、そこに。だからもう別れちゃったらしい。それこの方がずっと海の方になんかやってたって。次の奥さんね、また出て、うん、でその子供一人だけになって、うん、なんか入れて。